多県神社法年祭餅巻き、または餅投げは上等式などの神事に際して集まった人々へ餅を巻く行事である。正式には三餅の儀、三餅銭の儀という、災いを払うために行われた神事である三餅の儀が江戸時代に庶民に広まったとされる。また、もともとは大工の当領が主催して行う行事であったものが、施主が行うようになったともされる。 餅巻きの一般的なものは上等式を終えた後、建設中の住宅の屋根などから餅を巻く形式である。餅以外に小銭を巻くことも多く、この場合には三餅銭の儀と呼ばれる。餅は紙やラップフィルムでくるまれることが多い。また、紅白の餅が使用されるのが一般的である。地域によっては赤い紐を通した五円玉、五十円玉といった小銭を 幕などの独自性もある。上等式に関係なく、神社や地域の祭りなどの際に、祝い事あるいはイベントの締めくくりとして、餅巻きを行うことも、日本各地で広く行われている。和歌山県や山口県では、特に盛んで、山口県では、山口市や東地区で毎年秋に、餅広い世界選手権として、餅巻きが行われるほか、三根市では2017年度に、 市内のイベント等で行われる餅巻きに対して、餅等の製造購入費の一部を補助する取り組みを始めている。また、世界最大山口餅巻きシとして2018年1月8日、山口市内において、過去最大級の4万個の餅が巻かれた。熊本県、大分県では、首都儀、宮崎県では、千恩巻きと呼ばれる。ありがとうございます。